皆さんこんにちは、Bレジェンドサミラです。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の布目です。この前秋限定が出て、はい、まあ、すぐ完売しちゃったんですけど、うん、そうですね、はい、ね、ちょっと肌寒くなってきて、なってきましたね。そう、皆さんもあれですよ、あれあれですね、寒くなってきたといえばあれ、そのね、あれなんですけど、3週連続でこう販売していきたいと思っております。寒くなってきたということは毎年恒例のホットシリーズですか。そう、ホットシリーズですね。多分たくさん待ってくださってるわけですね。そうですね、お声結構いただきますもんね。毎年毎年すぐ完売しちゃうんで、今年はね、1週ずつ出していきたいと思います。じゃあ3種類出るってことですね。そうですね。でまず11月6日が第1弾、はい、じゃん。まずそう、第1週はコーンポタージュですね。これも去年すごくご好評いただいていて、買えなかった方もすごく多くて、ね、そうっすよ、朝多分寒くなってくると多分冷たいプロテインを飲むのはね、億劫だっていう方もたくさんいるかと思うんですけど、このねコーンポタージュでしたら、ホットのお湯を入れて、うん、ご飯に一緒におかずとなって食べれますもんね。一品追加するだけで、不足しがちなねタンパク質をしっかり補えるんで、かなりね便利だと思います、ね、すごい。なんかパンにつけて食べたりとか、そうそうそう、あとパスタのねソース代わりに使ってらっしゃるって方も。あ、そうなんですか。それ初耳でしたね。へー、はい、すごいいろんな使い方があるんですね、うん、すごいご好評いただいてますね。でこちらが第1週目ですね。第1週目、11月6日です、はい、で第2週目11月13日ですね、はい、こちらです。Bレジェンド味噌汁です。でこちらはね、去年お椀とね、Bレジェンドのお椀とお箸付きのセットで出したやつ、うん、すごく大好評だったね。これはマルコメさんとのコラボですよね。老舗、はい、味噌の私もね、そのマルコメさんって言ったらやっぱり長野の会社ですので、うん、私も長野出身なのですごく嬉しい商品なんですけれども、うん、今年もマルコメさんとのコラボのお味噌汁が出るということですね。 でちゃんとまた火薬も後ろに一緒についてます。豆腐とネギがね入ってるんで、戻してあげたらもうまんま味噌汁になりますので、これもしっかり一食でタンパク質 20g 以上取れる設定になっております。いいですね。お弁当とかでね、お昼持ってくときにこれで、僕とかお昼お弁当と一緒に絶対お味噌汁飲むんですけど、ね、 ね、それをこれに変えるだけでね、タンパク質が 20g 取れる、素晴らしいです、ね、素晴らしい商品になっております。洋食に和食ですね。和食です、はい、こちらがね11月13日に発売になる、味噌汁ですね。で最終週、はい、11月20日ですね。鳥を飾るのはそう、満を持して登場です。ドン、わあ、おしるこですね。一番好き。あ、やっぱり女性はこういう甘いのが好きなんですかね、うん、すごい美味しい。これこれもいろんなね食べ方してる人いますよね。そうなんですか。これを例えばなんか固めてる人もいたんですよ。ああ、固めてなんかスイーツにしてる、そうスイーツにしてる人もおったし、なんか羊羹みたいな、そう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 、へえ。これは SNS でたくさん見ました、ね、なるほど。お湯にも強いしね、そうなんですよ、ね、普通にお餅入れて食べてもね、最高ですよね。美味しいですしね。まあ、このホットシリーズなんですけど、例えば僕の飲み方としてコーンポタージュは朝トーストと一緒にで、味噌汁はお昼お弁当と一緒にお汁物として、で3時のおやつにお汁粉、もうこれ3食取り入れるだけでね、 60g のタンパク質がね取れるんで非常に便利かと思います。ホットプロテイン尽くしですね。いや、ホットプロテイン尽くし冬場ぐらいね、あったかいものを飲みたいと。なるほど。で気になる価格の方なんですけれども、こちら3種類どれも、1袋2680円となります。内容量で全部 400g ですね、うん、で10食から11食ぐらいですね、はい、になります、うん、で販売日時がコーンポタージュが11月6日の12時で、味噌汁が11月13日の12時で、鳥を飾るのが11月20日12時、お汁粉ですね。で、各2680円となります。ただ、冬限定になりますんで、今年も3000袋ずつ。数量限定ですね。数量限定となります。うん、でも、毎年ね、もうすぐ完売しちゃうような商品になっておりますんでね、うんうん、販売時間になりましたら、それぞれ購入していただければと思います。
なんかこれ毎年その季節限定だから、去年買えなかった人とかも今年こそはって思ってるから、そうなんですよ、あの例年よりも売り切れになる時間がもしかしたら早い可能性高くないですか。いや、そうなんです、年々早くなってて、ね、去年とか多分あの一人でね十何個買ってる人とかもおられたんで、11月20日のおしるこが出たタイミングでこれとこれ買おうかなって思ってる方がおられるかもしれないんですけど、もしかするとそのタイミングではもう完売してしまってるね場合もありますんでね、うん、それがちょっと心配っていう方はぜひお早めにね、うん、お買い求めいただければと思います。それではね、このホットプロテインぜひ購入したいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ぜひなくならないうちにねお早めに手に入れてください。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。